どうもお疲れ様です生活が苦しいとねその原因はどこにあるのかなっていう風に探すのは、まあ、誰でも起こすような行動かと思います。で例えばね自分がもしね何かミスをして生活が苦しくなっている自分がサボっていて生活が苦しいもしくは自分がねなんかいろんなことをやりたいんだけども、まあ、いろんなね状況でできないこともあるだから生活が苦しい、まあ、こういったことに行き着くと思うんですよ。まあ、その中でも もう自分たちの努力ではどうしようもできないと。この世の中の仕組みがおかしい。もしくは政治体制がおかしいとかね。税制がおかしいとか。まあ、そういったことに行き着いた時っていうのは、まあ、自分ではどうしようもできないわけですから、同じような悩みで立ち止まっている方と協力してね、今の体制を変えていきましょう。というふうに、社会体制を変革させるために政治運動ってあるのかなと思うんですよ。うん。まあでもその時にね、みんながみんな、 世の中が悪いだから政治を変えるべきだって思わないわけじゃないですか、うん、じゃあどういう人がね思わないかっていうとそれはそんな状況でも自力で何とかできてる人なんですよね自力で何とかできてる人自分の暮らしを豊かにしてる人ってあ別に今の政治体制でもそれは自分の使い方次第じゃないのっていうふうに考えちゃうんですよね、まあ、だからちょっとねあのいろんな派閥が出てくるんだろうなと思いますけどもでもやっぱりね 世のの中にに置き去りにされた人っていうのがいるわけですよこれね以前はね公害問題とかねそれからハンセン病みたいな問題で自分には何の過失もないのに本当に国の政策悪い世の中の思い込みが別の方向に行っちゃったがゆえに何の罪もない人がその能力や才能をね封じられて悲惨な人生を享受することを押し付けられているっていうこともあるわけですよ。 で私は思うんですけども私ももともとそんなにいい暮らしはできてなかったわけなんですよね。それが、まあ、ネットビジネスってものに出会って情報発信をすることによって、まあ、多くの方に、えー、私の考え方が受け入れられてねで私の商品が売れてさらに私の商品を買った人が、まあ、お金持ちになったりとかするところを見るとさらに商品が売れやすくなるみたいなことを繰り返していって私自身もね 自分がやったこととか自分が売ったもので人が不幸になったらもうできなくなるんですけども、うん、豊かになる人がねどん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 増えてるわけですから自信を持って次の商品のセールスとかもできるわけですよそういうふうに成功が成功を生むようになってくると時間的にも意識的にもお金の自由も手に入るようになってきてその時思うわけなんですよねこう考え方が変わっていくなってどういうふうな考え方かっていうと苦しい時はみんなで今の体制を変えようと思ったわけなんですよ でも、今みたいに自由になってくると、まあ、自分は自由になったから世のため人のためにあんまりやりたくないなという気持ちも出てくるわけですよ、うん、でもやっぱり自分の商品っていうのは世のため人のためになることなんですよね、うん、でも個別具体的に世のため人のためなんですよ、まあ、どういうことかっていうと私の販売する商品とか私のサポートっていうのは関わった人一人一人を何とかはできるんですけども 1000人とか1万人単位で何かを変えることはできないんですよね。まあ、そう考えていくと、まだまだ世の中には苦しんでいる人もいるし、そこまで手が回らないところもあるなと思うんですよね。で、一気にドカーンと変えようと思ったら、法律を変えたりとかね、消費税を廃止したりとか、それから奨学金を全員チャレンジしたりとか、まあ、こういった方法があるんですけども、これをやろうと思うと、ま,あ、また、 私としては別の道を歩まなくてはならない。つまり政治家になってね、権力を持たなくちゃいけないってことになるんで、また長い道のりなんですよね。まあ、そうなった時に選択肢が現れて、このまま自分の個人的な自由を守っていくのか、もう一つはそれをかなぐり捨てて、世のため人のためにね、自分の人生を棒に振るのかってことになってきます。まあ、山本太郎さんは芸能人として、もう中堅どころから一流になるところでした。いろんな映画の 主人公とか今だったら多分できてんじゃないかなと思うんですよあのまま言ってたら。でもその道を金繰り捨てて、うん、批判多い闘争の政治の世界に入っていったわけですよね。やっぱすごいなと思いますよね。うんまあ、そういった山本太郎さんの経歴とか思いっていうのが、まあ、多くの人に。 今届き始めているんじゃなかろうかと思いますね特に自分のせいではないんだけども苦しい人生を押しつけられた人たちの希望になっていると思うんですよねはいじゃあ今回は以上でございます、はあ、まあいろいろと思うところありますねお疲れ様です